さあ、キクちゃん、今日も張り切って YouTube の関係やっていきますよって。ちょっとキクちゃん、あなたちょっともうジャコにもう乗っかかってくるんじゃないわよ。あなたちょっともうカメラ回ってるっていうのに、もうババさんどうなっとるわけこの子。まあ、じゃあこの段取り通り何にも進まへん。ほんじゃ今日も張り切ってどうぞ。はい、というわけで、まあ、あら、伊豆ちゃん、こんにちは。もう試行錯誤して、オープニングのジングルも通常通りに戻ったということで、まあ、通常通りにやっていきますよ。あ、どうも、キクちゃんに襲われがちなチャーコです。まあ、これ、チャーコ困ったもの。チャーコはもう、チャーコは困ったものじゃなくて、キクちゃんが困ったもの。まあ最近はちょっともう図体がどんどんでっかくなって、もうチャーコよりちょっと大きくなりつつあるキクちゃん。でもチャーコお姉さんに遊んでほしいか知らんけども、こんな感じ。今日は沼ソファーで優雅に過ごすチャーコの休日っていうテーマでもう YouTube やろうと思ったのに、まあ、いつものプロレスじゃないのよこれでは。ちょっと聞くじゃん。まあなんだもここはもうプロレスの会場じゃないんですよ。そうそう、ちょっとおとなしくしなさいよ。もうチャーコ見て、もうこのやる気のない感じ。はい、もうチャーまた来ちゃった聞くちゃん。もうババさんなんとかしてこの子、もうちょっとこの子困っちゃう。まあ可愛いけども、ギクちゃん、あんたやることなくと、あ、これカブちゃんが前通り過ぎてったけど、キクちゃんはまあやることなくと、もう赤ちゃんみたい。もうちゃんこお姉さんがまあ面倒見てあげんとこの子はダメかもしらん。もう困ったもんだわキクちゃん。もうほでもうちょっと優雅な感じ。もういつもこううちの YouTube はもうしっちゃかめっちゃか YouTube なもんで、もうたまには優雅な感じでやってみたかったんだけど、無理かしら。ほんでこっち見てよ。これ、イズちゃんとビアンカちゃん。まあこれ優雅なこと。ビアンカおばちゃんは、これ今チャーコたちが沼ソファー入ってるもんだから、まあ遠慮してあっこにおるけど、チャーコたちがドクッとこっち来るよ。まあピアンコおばちゃんは優しいわ。ほんでこれもう優しい、もう全然これ優しくないのはキック。まあ子犬絶好調でもう赤ちゃんか知らんけども、もうチャーコだってもう大きさは赤ちゃんなんだから、もうあなたのかかってくるんじゃないわよ気軽に。まあこんな感じ。チャーコのお家はいつもこんな感じで過ごさせてもらってます。まあそれにしてももう今度プロレスばっかの動画でいいのかしら。もうチャーコ悩んじゃう。チャーコもうキクちゃんがエキサイティング、もうキクちゃん is エキサイティング。もうこういう感じで、もうキクちゃんはまあこんな感じだけども、これパパさん言っとったけど、でもやっぱキクちゃんすごく可愛いんだって。チャーコの方が可愛いと思うんだけども、キクちゃん可愛いってもういつもパパさんが言うとる。まあ、この赤ちゃんみたいな仕草がいいんだって、ね、チャーコもうしょうがないから、もうキクちゃんのもうお姉さんだから、もうしょうがないから相手してあげるわ。もうキクちゃん困っちゃう。そんな感じで昨日は未知な動画だったけど、今日は通常通り4分ぐらい動画回させてもらってますよ。ほじゃ今日はここまでです。